で、それを森保監督に俺聞いたんだよ、はい、ものすごいライン高いよ、ね、あ、ここまでやるんだなっていう、嬉しいんだよ、ちょっと抜けてるよね、細谷選手もちょっと圧倒的だよ、今の J リーグの中では。いきなりこの遠藤航選手、森田選手を押しのけるかっていうぐらい、ここがチャンピオンズリーグに出れるようなチームで、試合に出れる選手が出てきたら、これはすごいよ。で、今日は福田さんにちょっとこの森保ジャパンのこの1年間を振り返ってもらいつつ、はい、うん、なるほど、ちょっと来年のアジアカップとか元旦には対戦もあるんで、うん、ちょっとそのあたりもちょっと聞いていこうかなと思います、はい、でここに貼ってあるのは、うん、ちょっと招集された全員ではないんですが、ちょっと主要なところ、主要なところを、主要って言うとちょっと上があるな、あれですけど、はい、11月まで呼ばれたメンバーで、まあ、主なメンバーを貼ってあります。でこの1年間、まあ、最初3月シリーズではちょっとウルグアイコロンビア相手に1分け1敗と、うんうん、ちょっと勝てなかったですが、おいおい大丈夫かっていう雰囲気あったよね。ただその後8区の8連勝と、そうだね、はい、あと対戦相手とかやってる場所とか、うん、そういうところを考えると、はい、そこの評価っていうのはものすごく高いよね、すごいと思う、まあ、特にドイツ、うん、トルコあの辺の試合がね、はい、やっぱり評価グッと上げたのかなっていうには思うけど、はい、そこはやっぱり去年、まあ、1年前ぐらいかワールドカップ終わってもちょうど1年ぐらいになるよ ね、はい、まあ、そこで、まあ、ドイツとスペインにこう勝って、まあ、ベスト8までちょっといけなくて、まあ、いろいろな評価はあったと思うし、いろんな考え方あったと思うけど、その頃から1年経ってドイツとやった時に、ドイツの調子が悪かったにもかかわらず、そういうこともあるかもしれないけど、ドイツに対してあのアウェーであの戦いをしたっていうのは、ちょっと今までの日本のサッカーの中ではちょっと考えられない、ちょっとショッキング、ある意味ショッキング、そうですよね、うんうん、多くの人って日本のサッカーってここまで来たかっていうぐらい、あの試合でやっぱりちょっと、まあ、ある意味さっきの話じゃないけどショッキングだったのはディフェンスラインだよね。あんなにハイラインにしてね戦って、ドイツがすごい窮屈な状況だったと、うん、まあ森保監督がいろいろ考えて、ちょっとザネノとか収まらなかったから、はい、3バックにしてここを抑えに行ったよね後半ね、うん、それは良かったと思うんだけど、まあ結果的にはね、はい、まあそこまででも非常にコンパクトにして前に上げて、それができたのはセンターバックの板倉と冨安の存在大きいと思うんだよ、うん、大きいですね、ああ、うん、でその試合で一番ショッキングというかびっくりしたのは、やっぱ冨安がザネが突破した時に、はい、冨安が間に合ったよね、うん、あのプレーのあのスピードがあるってことがやっぱりラインを高くできる要因だとは思うんだよね、はい、でそれを森保監督に俺聞いたんだよ、はい、ものすごいライン高いよねと、うん、もしかするとセンターバック2人があまりも高くしすぎちゃって、サイドバックがそれについてこれてないよねって話をしたんだよ、うん、ちょっといけないギャップができるシーンもちょっとないっていう話をしたら、いやもうとにかくそれはあれ、彼らやっぱスピードがあるっていうのが自信になったように挙げてんのって聞いたら、いやそこはもしかしたらそういうところもあるかもしれないけど、そうじゃないんだと、もうとにかくインターセプトするっていうのが前提なんだって。そうすると足元に入ったボールどんどんチャレンジするから自然とラインが上がるんだって。それができないとヨーロッパでプレーができないと。で昔から言われてたんだけど、昔からっていうか森保監督になってよくそのディフェンスの日本のスタンダードな考え方と海外から来てる選手たちの守備に対する考え方があまりにも違いすぎると、ボールを取りに行くっていうことがヨーロッパの場合はものすごく求められると。日本の場合は奪いに行くというよりやられないっていう守備が多いんだよな、うん、そうですね、ああ、はい、だからチャレンジを少ない、うん、でそれで入れ替わられてしまうと、なんで行ったんだっていう指導がすごく行われてて、でドイツからドイツというかヨーロッパから帰ってきた選手がいつも聞くらしいんだよ、うん、その森保監督に、うん、守備はどうしたらいいんだと、はいはい、南野とかそう、うん、南野選手とかそういうこと言うらしいんだけど、うん、なんか守備が違うとどんどん食いつくじゃん、もともといたところが、ね、今も伸び伸びできてるのは、うん、そういう監督のもとでやってるから、うん、だそこのところがどうもやっぱりちょっと台に来ると違うと感じて、そこのところが結構あったんだけど、はい、まさにドイツ戦とかはそういうプレーになってたよね、うん、それができるようになったっていう意味では、やっとあのセンターバックのところにそのいわゆるワールドカップでベスト8以上いける選手たちが出てきたなっていうふうに俺は思ったね、うん、特に冨安、はい、板倉もいいけど特に冨安ね、うん、そうですよね。今おっしゃられた通り、僕もあのドイツ戦のあの冨安選手がザネの点を止めたところが僕最大のハイライトだと思っているんですけれども、
どうですか、冨安選手のそのプレー以外にドイツ戦に限らずなんか印象的な、日本代表での印象的なプレーって何かあります、久田さんが。いやだからどれっていう感じじゃないけど、うん、ドイツ戦なんか見ててもそうだし、その最近の試合もそうだけど、なんていうのかな、もう余裕持ってやれてる感じが受け、どのポジションもで、今言ったようにもう久保選手、三笘選手、うん、ちょっと抜けちゃったよね、うん、もう明らかに違 う、ね、次元が、次元違いますよね、うん、で冨安選手、うん、この辺の部分はもう圧倒的に抜けちゃってる感じがする、うん、そこに要所要所にいるから。だって前の選手なんかタレントがすごいいるわけよ、すごい、もうね、今伊東純也選手、うん、もう素晴らしいよね、はい、まあ、鎌田選手なんか、まあ、後ろもやるかもしれないけど、うん、いろんなとこできると思うけど、なかなかこう代表では相変わらず、ちょっと僕、俺のイメージしてるフランクフルトの時の鎌田選手のプレーはなかなか見れないなっていうのはあるし、うん、今ちょっとラツィオで苦労してるからね、だからそういうなかなか難しい、力あるのはあるんだけど、うん、まあ、そういう選手たちが控えに回るぐらいタレントがいるわけだよね、うん、右なんか菅原がちょっとね、酒井宏樹が圧倒的に、うん、俺はすごいかなと思ってたけど、酒井宏樹選手がちょっと怪我がちでちょっと難しいかなと思った中で、菅原選手がここまでやったのはちょっと俺の中ではちょっと申し訳ないけど、そういう印象がなくて、オランダだよね、オランダです、なかなか情報ないじゃん、あ、ここまでやるんだなっていう、アグレッシブでちょっと抜けてるよね、右はちょっとこれ安心だなっていう、そう、あ、全然この右いいよっていう、あれだけハイラインにしたらやっぱスピードも必要だし攻撃参加も必要だから、やっぱ菅原選手はいいなって、これはもう頼もしい限りだよね。そうです。だからいい意味で本当この酒井選手のその不在というかを消してくれたなというか。そうね。ではまあ、うん、そういう意味では世代交代って言葉が分かんないけど、うまくその前回の1年前のワールドカップから、はい、まあ、引退した選手もいるだろうけど、うん、代表ね、そういう選手たちをこううまくこうなんていうの、無理して変えてるわけじゃなくて、そうですね、うん、なんかうまくこう変わってってる、うん、それは森保監督が長い間日本のことを知っていて、長い間代表を見てきて、いろんな情報を吸い上げて、それはいわゆる日本人の監督のメリットである、やっぱりいろんなカテゴリーの監督さんとかいろんな情報が実は入ってくる、海外の監督さんよりもね、うん、外国籍の日本代表の監督さんよりもはるかにいろんな情報が入ってくるんで、そういう中でうまく情報を吸い上げながらチャンスを与えて、はい、でうまくそれが最終的によくまあメディアでいう競争みたいな話なんだけど、はい、競争を煽ってるわけじゃなくて、うん、正しい競争というか正しいチャンスの与え方をしてるから、うん、あの変なギクシャクしたなんかチームにはなってないな、うん、チャンスはいい選手にチャンスを与えます、まあ、順番が決まってると思うんだけど、うん、でチャンスを与えて使います、結果を残したら次のチャンスを与えますっていうやり方が俺は一番、正当な、マネジメントの仕方だと思うんだけど、はい、それをしっかりとやってる、で順番をしっかり決めてる、はい、ある程度ね、でそれは実績を積むとそれが変わる可能性もあるけど、あくまでもそれがありながら、そこのところのやっぱりチームって何でもかんでもこううまいからバーン使ったりとかっていうのは、はい、やっぱりチームが混乱するだけで、うん、それ良くないんだよね、実はね、はい、と俺は思ってんだよね、うん、そのやり方を非常に取っていて、うまく橋岡選手なんかもやっぱそうチャンスをもらってさ、うん、なかなかちょっと攻撃のところで少しまだ問題抱えてるとは思うけど、うん、守備のところのクローザーに関して言うとやっぱり強い、うん、身体能力高いからさ、うん、やっぱそういう部分ではなんかそれなり前熊選手にしてもやっぱりすごくこうもともとオフェンシブな選手だからさ、はい、すごくこう今シーズンバッと出てきた選手だと思うし、うん、左サイドなんだよね、まあ、森下選手が左やるかちょっとわからないけど、伊藤選手も中山選手も、まあ、町田選手もやっていたことがあるのかな、そうですね、そういう意味では、はい、左利きのいい選手入ってきたんだけど、はい、センターバックもできるけどサイドバックの選手なんだよね、うんうん、俺はサイドバックもできるけどサイドのアタッカーもできる選手がサイドバックやってもらいたいんだよ、そのオプションが左に来るといいなと思って、バングナガンデ選手を最初使ってたね、はいはい、前もできるけど後ろもできると、はいはい、この選手がサイドバックにもう一人左が入ってくると左利きでね、うん、贅沢なんだけど、うん、センターバックもできるけどサイドバックなんだよな、はい、この3人は、うん、そうですね、俺は基本的にはサイドアタックができるけどサイドバックっていう選手がいてもいいかな、俺はどっちかっていうと俺のイメージはそうなんだよね、いやすごいね、福田さんの言ってることがね、僕も日本が強くなるためには
その発想が重要だと思ってます、うんうん、ここは俺はそう思ってる、うん、こうすごくいいよ、はい、あの選手たちが悪いと言ってるんじゃなくて、すごくコンスタントにすごくいい働きしてるし、うん、もう本当に中山選手なんか苦労してね、いろいろなことあって乗り越えて、それで森保監督がバッとこう使うあたりでさ、うん、なんか素晴らしいなって、うん、タイミングもいいしさすがだなって思うけどさ、はい、ここにもう一人違うそういうピースが来たら、ここが唯一フィールドの中では俺は埋まってないかなと思ってんだよな。そこが来たらいいなって、ずっといないんだよね左利きの。でも左利きのセンターバックはできるけど左のサイドバックやってる選手なんで、ちょっとスピードのところが少し物足りないかなって俺は思っていて、こういう戦い方もするときもあるよ。当然3バックなんでこうやれるもあるし、別にこっちが上がってちょっとこうやってスライドして3バック気味に守るっていう考え方もあるから、別に必ずしもそうとはならなくても全然いいけど、でもそういう風になれば右も左もバランスよく相手によって戦うことができれば、そのカードはやっぱり欲しいだろうな、出てきて欲しいなって俺は思ってる。まあ旗手選手がやるってことだって全然あるし、森下選手でもいいのかもしれないけど、左利きじゃないんだよね。そうですね。なぜかというと、ここ三笘選手と中村敬斗選手は右利きなんでカットインするから、そうですね、うん、ここのスペース使うのはやっぱり左利きの選手の方がいいと俺は思ってるんだよ、ね、はい、いいね、基本的には、うん、こっちは伊東純也選手が行くんで縦に行きますね、うん、だもしかしたらここ右足じゃなくてもいいのかもしれない、もしかしたらね、深さと幅作れるからね、うん、だけどこっちはやっぱり右利きの選手がやることが多いから、はい、やっぱりこっちは左利きの選手ってことになると、そこがあってもいいのかなって俺は思ってるのと、あと今シーズン上田選手がね、期待に応えてくれてるんじゃないかなと俺は、はい、今まではちょっとねずっと期待していたし、うん、森保監督も、俺は大学の時かな、アジア大会か何かで代表に最初に呼ばれた時にあんまり良さが分かんなかったんだけど、はい、消えることが多かったから、うん、でなんとなく頼りないように俺には映ってた、うん、だよね。で去年の、移籍する前の鹿島の時はもう圧倒的にすごいなと思って、 そうですね、はい、でそこからワールドカップも期待したんだけど、ちょっと俺が思ってたような働きというのはちょっとなかったかなと思ったけど、ここに来てやっぱり結果を残せるようになってきた、どんな形でも。でもそもそもボール収まるから、強いし高さあるしスピードあるから、で当然裏抜けが一番得意だけど、とにかく高いボールに対してヘディングも強いし胸でも収められるから、だからそういう選手が前線に、まあ大迫選手の代わりがなかなかいないいないって言われて、他も大体スピードスターだよね、この辺はね。やっぱりそこの収める選手ってやっぱいれば、さっきのサイドバックと一緒で違う形になるし軸になると思うんだよね。そうすると2列目の選手たちは前向きにプレーできるから、より彼らが生きてくると思うんだよね。そういう意味では上田選手が結果を残せきてるっていうのが大きいんだよな。それ何かっていうと、周りの他の選手たちも納得するよね、出た時に。こう周りの選手を納得させられるだけで結果を残すっていうのは前線の選手必要で、あとメディアも黙らせられるよねそうですね、うん、これができるのはスポーツの良さだから、うん、だからそういう部分では上田選手がここに来たっていうのは、このまま順調にいってもらいたいし、オランダでちょっと俺はフェイノルトだっけ、はい、フェイノルト、どのぐらい出場機会が求め、時間が与えられてるかちょっと分からないけど、そこでベルギーの時みたいにもう一度そういう結果を残して、うん、今度は5大リーグに行けるようなステップアップができたら、本当にまだワールドカップまであと2年ぐらい、はい、2年か3年かあるけど、非常にこう楽しみだな、やっとここ出てきてくれたな、うん、まだまだ伸びていく選手だと思うし、はい、この結果を残せてることが非常に大きいな、うん、まあ、相変わらずそれ以外の選手たちは、まあ、自分の持ち味っても出してるし、はい、ただタイプが違うんでね、そうですね、森保監督はその辺うまく使ってると思うけど、あと今シーズンは彼が来シーズン日本にいるのか俺は知らないけど、これはパリ世代で一番やっぱり期待してる選手じゃない。細谷選手も上田選手と同様にフィジカルは強いしスピードもあるけど、ボールが収められるんだよな。去年まではちょっとそういうところが、裏に抜けることはできるけどちょっと足元で受けてっていうのは難しいかなと俺は思ってたけど、今年はまあマテウス・サビオ選手とうまく関係性ができてるのもあるけど、はい、ちょっと圧倒的だよ今の J リーグの中では、うん、俺はと思う、うん、若手の中ではもう筆頭だね、うん、こんなに伸びてきていい選手いるんだっていう期待感をものすごく持たせてくれる選手なんで、はい、彼がパリのオリンピック終わった後に、うん、まあ来年ねどうなるか分かんないけど、うん、彼のまあ柏レイソルのファンには申し訳ないいるのかいないのか分かんないけど
彼がもう一つこう抜けてくるとよりここは層は厚くなるのかなっていう、ちょっと楽しみだなって思ってるね。なるほど。まあ、ここに関して言うと上田選手がある程度来たっていう、はい、一番の問題はここなんだよ。左のサイドバック、 俺は何言ってるかっていうと、まあ、左のサイドバックセンターフォワード、ここやっぱいた方がいいよねっていうのは、まあ、いないわけじゃないけど、はい、そういう選手がいた方がいいよねっていうのはかなり高望みしてるところはある、はい、でもフィールドっていうのは、例えばフォワードがいませんいませんってずっと言われたよね、うん、でもセンターフォワードが点取る必要性はないよ ね、 そうですね、うん、チームとして勝てればいいんでしょ、うん、だから点が取れればいいわけだよね、うん、それは点取れる選手がいるならそれはいいよ、うん、はい、いなくてもちょっと前にはゼロトップっていう考え方もあったし、うん、別にこの選手が点を取る必要性は今ない、はい、サイドの選手が取ってゲームに勝てればいいから目的は、はい、でここはやり方でカバーできるんだよ、うん、ここもやり方でカバーできるんだよ、フィールドだから、はい、他に足を使える選手が10人いるから、うん、自分以外に9人いるから、うん、いろいろな考え方でそれできるよね、はい、だからさっきも言ったようにスピードがないんだったらこっちをどんどん攻撃参加させるような形を取ってもいいわけじゃない、うん、3バックみたいにして、うん、だからやり方がいろいろできる、はい、ここだけは11人の中で手を使えるのは ここの選手だけなんだよ、うん、ここはやり方でどうにもならないんだよ、そうですね、ここはもうどうにもカバーできない他の選手が、うん、これはもう最後のところ、うん、でなおかつ勝負を決めてしまうポジションだから、そうですね、ここのところが最大のポイントだと俺は思ってる、はい、今の森保監督の代表の中で、うん、その中で一番期待してるのは鈴木ザイオン選手、これもずっとワールドカップの前回のワールドカップの前ぐらいからもうずっとそうなんだけど、東京オリンピックの時もそうだったんだけど、まあ前も言ったかもしれないけど、いろいろ関係者、その代表の関係者に聞いたらものすごく期待してると、この中でまあ圧倒的にフィジカル的な強さを持ってるのは鈴木ザイオン選手なんだよ、そのフィジカル的な強さって何って言ったら、こう上半身の強さだね、前に出てった時の強さ、ぶつかり合うことがあってやっぱり上半身弱いと当たり負けしちゃうんだよ、で背の大きい屈強な相手をやらなきゃいけないよね、相手と、はい、それは国際試合するためのメンバーだから、これ国内の選手とやるわけじゃないから、でワールドカップってなったら屈強な選手とやらなきゃいけない、その中でやっぱフィジカルコンタクトで彼がやっぱりそこで当たり負けしないっていうのは大きいんだよ、うん、はい、うん、だから鈴木ザイオン選手に前回二次予選、シリア戦か使ったよね、うん、はい、いや思い切って使ってきたなと思ったんだけど、相当期待してると思うよ、うん、俺も相当期待してる、あ、浦和出身だからっていうことじゃなくて本当に、うん、もう圧倒的にここがハマったら本当にすごいと思うよ、うん、ここがチャンピオンズリーグに出れるようなチームで試合に出れる選手が出てきたらこれはすごいよ、うん、でもシリア戦では結局やっぱ空中戦というかハイボールの強さはもう全然当たり負けせず、もう圧倒的に、だから森保監督が本当はもっと早く呼びたかったはずなんだよ、うん、西川選手が頑張ってるだろう、ね、ずっと浦和で鈴木ザイオンだ選手だって言ってずっと言ってんだけど、西川がそう言われれば言われるどんどんレベル上げていく、そうするともうしょうがないと、で俺もっともっと早く出るべきだったと思うけど、いろんなチームの事情もあったし彼の思惑もあったと思うし、しょうがないけど森保監督が一番喜んでんじゃない、あ、なるほど、移籍してくれて最も喜んでる選手の一人じゃないかな、なるほど、シントトロイデンで俺ちょっと試合見たけど、ちょっとやっぱミスから失点して、うん、はい、あの勝ちを逃した試合とかもある、うん、そういうものを経験詰めるのは大きい、うん、あとは判断だと思うんだよ、その身体能力あるけど、もうその反応に関したりとかフィジカルの強さはあるけど、ゴールキーパーは基本的にはその判断だから、全て判断だから、いいポジションを取るっていうのは全部状況を見てゲームを読む力っていうのは実戦でしか養えないんだよな、はい、シュートストップはキーパーコーチとやればいくらでもなるけど、はい、ゲーム感っていうのはやっぱり一番求められるところだと俺思うんで、うん、そこがやっぱり屈強な選手のいるベルギーのリーグで彼が経験を積んでステップアップできるようになって、五大リーグとか、まあ上田選手とかとも一緒だけど、細谷選手なんかもそうかもしれないけど、そういうところでやれるようになったらこれはかなり大きいよ。あとは冨安選手が怪我っていうのがちょっと心配だけど、ずっとまたちょっと今怪我してるみたいだけど、ちょっとかなりハードなリーグなんでね、難しいけど、その唯一怖いなと思うのはそのゴールキーパーとか成長してくれるってことと、うん、あとは怪我だよね、うん、
彼ら本当厳しいところでやってるからさ、特に久保選手、三笘選手、伊藤選手、この辺なんかに関してってやっぱりちょっとなかなか今堂安選手とか鎌田選手とか南野選手とか中村敬斗選手とか、まあ、相馬選手とか伊達選手いるけど、そうは言っても替えが効かない気がするんだよな先発では、はい、やっぱりそこの選手たちが大きな怪我をしてほしくないなっていうのは一つあるけど、まあ、それも考えてそうは熱くはなってきてるけど、まあすごい贅沢だよね。贅沢ですよね。だって誰が出ても前回のワールドカップね、2戦目いろいろ言われたよね、コスタリカ戦だっけ、メンバーガラッと変えて、うん、なんだって言われたよね。いや最初からそうやってタイトスケジュールだからそうにするつもりだったと、うん、でそのメンバーは揃ってるって森保監督言ってたけど、いや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 揃ってないでしょうと思ったけど今はその言葉がもうそうですね、スッと入ってくるよね、うん、いやいやそういけるよねっていう、うんうん、いやちょっと若干ここはなって思うポジションもあるかもしれないけど、うんはい、いやいやいやもうそれ物足りなさもあるかもしれないけど、あの時のえそれ本当ってこっちが思ってたのは全然ないよ ね、うん、ないですよね。そのレベルじゃない、うん、選手層が、うん、みんなそういう風にやってるとか。いや本当そうですよね。佐野選手とか素晴らしいよね、うん、初代表よ。そうです、うん、今年去年1年目でしょ、うん、今年だよね入ってきたのね。いやすごいよ、圧倒的だよ、うん、あの代表でいきなりあのプレー見せられたら、おいおいおい、いきなりこの遠藤航選手、森田選手を押しのけるかっていうぐらいグッとこう前に出てきた感じの存在感、はい、あの力強さ、うん、その田中碧選手とかはちょっとやっぱ力強さがない感じがするよね、うん、で伊藤選手に関してちょっとスピードがないように感じるんだよな、若干、うん、やっぱ佐野選手はスピードもあるし、うん、パワフルだしテクニックもあるから、まあ、あと川辺選手も非常にいい選手だと思うけど、はい、ちょっと怪我でねチャンスを逃してるところもあるから、そうですね、うん、非常に楽しみだよ。そうですね、だからもう語ったら1時間じゃ語れないよお前。そうですよね。だからで佐野海舟選手もその元日の対戦にも呼ばれていますが、その元日の、ね、対戦他にもこの奥貫選手だったり、もう本当に福田さんが言う通りその選手層っていうところで言うともういろんな選手が、ね、いい選手だね。 J リーグの中では僕もいやいやいやセンターバックの中では圧倒的だと思ってるんで、飛び抜けてる、本当に。あいいよ、あと河村選手もいいよ。そうです、これ河村選手が怪我の代わりに伊藤選手がいて、伊藤選手が活躍して、そのままそういうもんなんだよ世界、この世界は。だから怪我で誰かにチャンスを与えた時に、うん、チャンスをもらった時彼はチャンスをものにして、そうですね、でそのままグッといって、はい、今やそのチャンスをもらって生かしたからまたチャンスが来る、 その循環来てるよね。来てますよね。やっぱそういう風にチャンスをものにできるかってすごい重要で、うまく乗ったと思うんだよね、はい、である意味ちょっと乗り切れなかった、うんうん、でも広島では俺はものすごくいい働きしてると思うから、ちょっと期待したいよね、コンディションの問題だよ ね、うん、でまたここでチャンスをもらってるから。そうなんです、こう1月1日にねイレギュラーな形で代表戦が組まれたことによってチャンスをもらえた選手今あるよ、いるよね、いますね、うん、この選手たちにとってすごく伊藤亮太郎選手とかもチャンスなわけよ、うん、そうですね。だけどじゃあ1月の後半にアジアカップありますと、うん、それに選ばれるかわからないけど、うん、で実際はほら、ラリーガとかさプレミアの選手たちが来れなかったりするから、はい、いろいろメンバーもいろいろあったり、うん、そういうこともあるからさ、どうなるかわからないけど、でもチャンスをもらってるっていうのはそのチャンスを生かせるか生かせないかだから、うん、どれだけ使ってもらえるかわからないけれども、はい、その中で彼らがやっぱりしっかりとこうパフォーマンスが出せるかっていうのはすごく重要だと思うよ、はい、これはもう彼らにとって最大のチャンスだからね。そうですよね、選ばれてみるとやっぱりそういうチャンスがあるっていう状況は本当に大切ですよね。そう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 、だからいつもこうチャンスを与えられる状況を森保監督は作ってるってことだ、うん、それはマネジメントだよね、はい、うん、だ選手たちもなんかこう活躍してそこそこの活躍じゃ呼ばれないけど、ちゃんとそれなりの活躍を長く続けないと、うん、こう重要なんでね、はい、我々メディアはいや今活躍してるし、うん、なんで呼ばないのって話なんだけど、実はずっと長く見てんだよね、うん、で重要なことは長い間ずっとそれコンスタントに力が出せるかっていうところが選手の評価になるから、はい、それが本当に実力だから、うん、そういう部分では伊藤亮太郎選手なんかもまあ今シーズンだけど、うん、あの新潟でずっとやって、向こうに新東京で行ってそれなりにプレーをしっかりとやって、うん、チャンスをもらってると、はい、だからそういう部分では長い間しっかり見てそれでチャンスをもらってるから、うん、だからそれはあとはチャンスを彼らが生かせるかだよね。そうですね、だから福田さんもそのちゃんとこの循環ってことをおっしゃられた時、やっぱ本当に中村敬斗選手も最初は
出場出番なかったけど三笘選手がいない時にやっぱりゴール決めたり徐々にこうやっぱ結果を出す、田中碧選手もクラブでは使われてないけど呼ばれたら代表で結果を出す、やっぱこの主力と言われるような呼ばれてる選手たちはちゃんと結果出してるんですよね。そこに食い込んでいかなきゃいけないっていうのは ね、なかなか大変ですが、そうだね、うん、壁は高いけどそこで本当にチャンスもらった選手たちが、うん、そうですね、だそういう世界にずっといるってことだよ、うん、そうですね、彼らが日常の中にいるってこと、うん、だから特別じゃないってこと、うん、J リーグだったら多少結果出なくても買いが効かないからずっと出続けちゃうけど、向こうだったらそれはベンチに座ってなきゃいけない状況の中で彼ら本当厳しい中でやってるよ、うん、それが日常だから、はい、そこが圧倒的にやっぱり違うところなんじゃないかな、うん、でよく前も言われてたけど国内組と海外組の差があるっていう意識の差もあるし、うん、やっぱりに日本でずっとやってた選手たちが入るとやっぱその意識のズレとか、はい、プレー判断とかプレー強度とかにちょっとびっくりするところがあるらしいんだよな、うん、そのギャップはあるらしいんだ、うん、今でもだから J リーグでやってる選手少なくなってきてるし、うん、それをその刺激を受けるとやっぱより海外に行きたくなるんだろうな、まあ、そうですよ、だいたいその流れはできてますよね。いやもう絶対そうだと思うよ、うん、でまあ海外に行って彼らが結果を残して成長できてるって自負があるから、はい、いや絶対海外のいいよっていうのは当然なことだと思う、うん、いやもうそういう、そこはもう圧倒的に日常を変えるってサッカー協会も言ってるんだけど、これ J リーグが悪いって言ってるんじゃなくて、やっぱり残念なことにそこの日常のところは違うから、はい、プレー強度とかの問題もそうなんだけど、その監督の使われ方、うん、結果が出ない時にはもうドライにどんどん変わっていくし、代わりの選手がたくさんいるから、はい、だからチャンスもらったら結果残さなきゃいけない、うん、でその結果っていうのはどういうものなのっていうのはいろいろポジションによったり監督の求められることによっても違うけど、そういう世界にずっといるからやっぱり甘えがないよね、うん、ないですよね、なんで俺が出れないのっていう話じゃなくて、うん、いや結果残してないからって話になっちゃうから、そうですよ、だからこうしたメンバーで来年にはまず、まあ、元日の対戦に始まりアジアカップがあり、3月には北朝鮮とのワールドカップアジア予選があります。もうアジアカップはもう優勝がマスト、いやもうその、 あの今の流れから言うと簡単じゃないよそれは、うんうん、もちろんそれは、うん、みんな日本のことしか理解してないけど韓国だってこのぐらいのメンバーがいるわけだよね、うん、海外で活躍してる選手たちが、だから日本の場合は日本のことしか見てないからなかなかわからないけど、じゃあイランのことも俺もどこまでも知らないし、うん、韓国も全ては知らないけど、うん、でもそんな簡単ではないよ、アジアのレベルも高いしね、はい、だからそんな簡単ではないけど、今言ったようにこういう流れの中で優勝しなかったら失敗だろうね、あと見られるのは当然、そうですよね、だけど一つ押さえておかなきゃいけないのはアジアカップが最終目的じゃないってことだね、うん、はい、ワールドカップに向けてどういうようなこう道のりをたどっていくか、うん、ワールドカップでベスト以上行くためにどうしたらいいのかっていうのがの一つの過程だけど、うん、当然優勝した方がその後の仕事もしやすくなる、うんうん、選手たちもそれは自信持ってやれるようになる、だけど勝負事なんで何が起きるかわからないけど当然求められることは優勝だと思う、はい、うん、優勝できるメンバーがいると思うし、うん、あとは3月には北朝鮮との、ワールドカップアジア2次予選、うん、これ連戦になるんですけど、福田さんね、あのアジア大会でも、うん、あの北朝鮮戦をね解説されていたので、相手の特徴はあのご覧になっているのかなと思うんですけど、まあまあまあ相変わらずまあ激しさだよね、うん、そこはやっぱり彼らの売りだと思うけれども、うん、まあ、ちょっと国際試合からずっと離れてた部分もあるよね、うん、下のカテゴリーなんかは、はい、まあ、どういうメンバーで来るのかちょっとわからないけど、まあ普通に言ったら実力から言ったらもう全然それは、うん、はい、で今の激しさっていう部分に関して言うと彼ら日常で経験してるからね、さすがにあのアジア大会みたいにさ、ペットボトルくれなくて水飲めなくて威嚇するっていうことにはちょっと経験値はないかもしれないけど、あれはちょっとサッカーじゃないなって、うん、あれはちょっとびっくりしたけど、はい、あれ以外の激しいプレーっていうのは、うん、彼らの中ではある程度経験、プレミアの中だったらもっと激しくて、もしかしたらファールに ならないシーンってたくさんあるじゃん、うん、ファールじゃないのっていうシーンたくさんあるじゃん、その中でやってるから、はい、彼らはそこまではそんなに激しいとは思わないじゃん、我々の世代の時はそういうの経験値がないから、うん、韓国中国北朝鮮って激しく感じたけど、うん、はい、彼らがどう感じるかっていうと、まあ、日常の中である程度やれてるんで怪我はしたくないなっていう思いはあるかもしれないけど、だから結構その日常の変化というところであれなんですよね、森田選手実は言うとワールドカップ優勝するって結構チーム あの目標設定にも関係してくるんですが、あえてあのミャンマーのことをもう隠したと、結構相手のことをリスペクトしてそういう言葉は使わないのがもしかしたら今までだったけど、
あえてもう格下と言ってもう要するに日本のもうレベルで言ったらそう呼んでもいいだろうと自分たちのこう地位をどんどん上げていかなきゃいけないっていうことはコメントで言われてて多分ポルトガルでそういうチームにいるからねそうですねああ多分日常がそうなんだろうな、うん、でもそのリスペクトした上で言ってるんだと思うよ それは、うん、だからそのとこだけ切り取るとはなかなか難しいけど、うんうん、でもまさにだからどうするんだって話でしょそうですだって FIFA ランキングで明らかに違うんだからさ、うん、日本はそういうふうに見られてますと、うん、その中で我々が圧倒的な力を持って見せつけなきゃいけないと、うん、そういう力で戦っていくことがアジアでやっぱり今度やるときに嫌だなって思わせるってすごく重要で戦い方はね、うん、これはもうどうやって勝つかっていうのはすごく重要でさそうですよね、うん、よくね岡田武史さんが言ってたけどバルセロナがさあの対戦相手にどうやってこう戦うかっていうともう二度と戦いたくないって思わせるっていう結果は当然だけど内容もだっていうんだよね、うん、もう二度とやりたくないって思わせることが重要だって言ってたけどまさに日本はそういうような戦い方をその東南アジアのチームにはしなきゃいけないのかもしれないその立ち位置に来てるし、うん、その自負はあるしそれだけの力はあるしそれを証明していかないといけないし、うん、それが彼らが今後戦っていく上で非常に有利にこう戦っていく条件を作っていくことになるから、うん、それはいいと思うけどね、うん、いやだ本当にもうこのもう選手層っていうところを見ると本当に思い出すのはやっぱり福田さんがあの93年にワールドカップ予選戦った時津波さんがいなくなってじゃあ本当にあの時は左サイドバックどうするんだっていう問題があったあの頃と比べると本当に日本のこう代表チームも成長というか進化したなと思いますよねいやいやもうそれはもう全然あの時と比べ物にならないね、うん、選手層がもう全然違うからさ、うん、もう30年前でしょはいだからそれは日本のサッカーがしっかりと育成をしながらいろんなことを経験しながらワールドカップはこれだけずっとまあ出続けたことで紆余曲折あったし監督もいろいろな考え方あっていろんな論争あったけれどもやっぱり時間をかけてやっぱりここまで来たなっていう順調に順調ではないけどやっぱり時間がかかることなんだなやっとそこまで来たのかなワールドカップに出るのが最初は目的だった。でワールドカップのベスト8以上って言ってきながらもまあなかなか厳しいよねっていう中でなんとなく前回もしかしたらいけんじゃねえか今回のこのワールドメンバー見るといやこれは本当に優勝まで考えてもそんな甘くはないけど十分そのぐらいの力まではついてきたのかなって思わせてくれるあのチームにやっとなったなって30年はかかってるよねやっぱりね今言ったように津波さんが左サイドバックでいなくなってその後エジリを呼びでカズのお兄ちゃんの安俊さん呼び、うん、いろんな選手そこ実は試して最終的にはそこは勝也さんがやってるわけだから ねやったことない、うん、だから本当に一つのポジションがなくなってしまうと、うん、いなくなってしまうとやっぱりちょっと買いが利かなかったっていう時代だけど今はそれが高いレベルでいろんな選手たちがいるっていう意味ではまあ頼もしいよねそうですよねだからその勝也さんだって福田さんの話から聞くとねやりながらベンチにどうやるのみたいな聞いてたってことですよね。よく聞いてた。よく聞いてたよ。うん、左のサイドバックのやったことないから左利きであんま蹴れないからボール。うん、いやそんなレベルで最終戦戦ったそんなレベルって失礼だけど勝也さんはすごく一生懸命やられてたし、うんはい、素晴らしいパフォーマンスだったと思うけど、うんまあ、そういう時代からするとね、そうですね贅沢だよね。うん、だから左利きのセンターバックも出てきてる。まあ富安選手は左でできるからね、うん、左利きでフィードうまいから全然問題ないと思うけど、はい、いや左利きのセンターバックっていうのはなかなか。世界的にもやっぱ重宝されるし、はい、これすごく重要なんだよ実はねフィードに関して言うとね、うん、そういう選手たちもいるしさ、はい、左利きのサイドバックっていうのも出てきてるし、うん、できれば速い選手が出てきたら理想だったと思うけど そうですね、そういう部分では本当に層が厚くなってきたな、うん、まあ最終的にはゴールキーパーとかなっていうのは思うけど、うん、ここのところわかりましたでは、皆さんも今年の森保ジャパンまた来年森保ジャパンに期待することなどをコメント欄に書いていただければと思います福田さん貴重なお話ありがとうございましたありがとうございましたでは皆さんこの辺で失礼します皆さんさようなら